はい、どうも、こんにちは。沖縄おばっばです。はい。えーとですね、フラッシュからなんですけど、フラッシュですね。はい。えー、まあ、眩しいフラッシュでございますけど。はい。フラッシュさんの記事に、まあ、面白い記事が書いてありました。これもね、私の番号関連です。はい。しつこいと思わずに聞いてくださいね。はい。えーとですね、えー、今、あの、昔のね、 昔の明石市長。はい。えー、この、私の番号に物申しております。フラッシュでございます。実は、この明石の番、明石のあ前市長さんですね。泉さんっていう方ですけど、えー、この方ね、市長の時から、これなんかうさんくさいと思って作ってなかったそうです。はい。えー、まあ理由は簡単で、えー、これ任意だからですよ。はい。 任意というのは責任取りませんよということの裏返しでございます。はい。わかりますか任意というのは責任取りませんよということの裏返しでございます。これはね、えー、努力の義務も同じでございます。わかりますよねそういうことでございます。責任を取りませんということでございます。えー、努力の義務は義務ではございません。 はい、えー、まあ言葉を変えた任意ということでございます。なるべくねっていうことでございます。なので、この二つですね。はい。この二つに限ってはもう完全なる自己責任になってしまうので、えー、もうね、えー、自分で考えて、自分で決定してね、それでやりましょうねということなんですよ。 つまり、アウト政府は何があっても、ああまあ、責任は取りませんよということなんです。この言葉の裏返し。なので、もちろんなんですけど、アカシのね、元市長さんも、これね、えー、やっておりませんでした。入っておりませんでした。まあ、そういうことなんですよ。まあね、えー、私何度も言っているようなんですけど、 まあこ、ここでね、ちょっと次にね、非常に大事な配信します。次の動画でね。はい。えー、これ大変です、本当に。えー、これはね、周りの人にも教えた方がいいですよ。はい。えー、下手したらね、あの、自分のお金が引き出せなくなりますから。はい。えーえー、まあ、とんでもないことをやりますね、アウトセーフは。はい。えー、まあ、ある意味ね、考えない人を、 すごい嫌な言い方ですけど、考えない人を一網打尽にしてますね。はい。自分の頭で考えない人。それを一網打尽にしてますね。もしくは圧力に負ける人。はい。えー、これをいいのか悪いのか、あまあ悪いんでしょうけど、えー、まあそういう人が多いですからね。はい。えー、一網打尽にしてます。 自分の頭で考えない人と圧力に負ける人を一網打尽にしてますね。はい。これをいいとみなすのか悪いとみなすのか。はい。皆さん自分で、えー、考えてください。はい。まあ、そういうことでございますよ。あとね、えー、ちょっとこっから雑談なんですけど、なぜか、なぜか今日ね、2年以上前の、はい、えー、コメントが大量に、えー、表示されております。はい。えー いわゆるね、トラトラちゃんね、素晴らしい、素敵だって言っていた頃のコメントでございます。はい。一応ね、コメント読んだよっていう印に、お気に入りのマークにはしております。あの、ハートマークはつけております。はい。えー、でも私はあ、まあね、先ほど言ったように、もうね、もうちょっとトラちゃんではありませんので、はい。えー、ケネちゃんに変わってますのでね、はい。まあそういうことでございます。ということは、向こう側が、 この、おコメント、数々のコメントを、解除した。はい。解除したということは、向こう側にトラちゃんが回ったということで、ほぼほぼそう見て間違えないと思います。はい。なんせ、ヨうツベさんがね、今頃になってこのコメントを大量に出してきたっていうことは、私ね、そういう意味なんじゃないかなって思っております。 つまり、えー、トレちゃんはね、昔はむ、あのー、こちら側だったんですが、今は向こう側に回っちゃってますよということでね、えー、ヨウツベちゃんも安心してね、えー、コメントを解禁してきたんじゃないかなって、はい、そんな想像をしております。もうね、あちら側にとって敵でないんですよ、きっと。はい、そう思います。はい。えー、まあね、 えー、こういう、いろんなね、事象を見,見てみると、まあ、やっぱりなーっていう感じですね。はい。えー、そんなこんなでございます。えー、それではね、このフラッシュの記事ですね。はい、概要欄に貼っておきますので、皆さん見に行ってください。よろしくお願いいたします。あーい、パネシャン。あら、おてってかわいいですね、パネシャン。おてってが、おてってがかわいい。